皆様こんにちは。アート影山をご視聴いただきありがとうございます。今は年末なんですけど、来年2024年の1月からのスケジュールをご案内したいと思います。はい、では1月のスタートなんですが、1月の5日金曜日から営業スタートします。12名の作家による遺作展を1階と2階で行います。1月15日から1月14日までですね。12名ですが、赤堀正美さん、藤枝市の油水彩、どちらの作品もやった先生なんですけど、そちらの先生の作品を展示します。安藤節夫さん、安藤節夫さんは島田なんですが、今年の年末にお亡くなりになられたということで、水彩の抽象画をですね展示させていただきます。飯田昌司さん、静岡市の方だったんですが、現代アートの美術作家さんです。この飯田さんのも、展示させていただきます。梅原秀夫さん、梅原さんは油ですね、油のちょっとこう風景が、夜の風景画なんかを展示します。江崎武雄さん、藤枝市なんですが、油の油彩画と、あとはリトグラフですね、リトグラフ作品を数点展示します。柴田勇さんは島田市在住の方だったんですが、水彩の抽象画を展示します。柴田俊さんは静岡市にお住まいだったんですが、勇さんとご兄弟なんですが、アフガニスタンの風景だったりロバの油彩画を展示します。割と大きい作品を展示しますので、はい。杉村隆さんも2023年今年の初めの方に亡くなられて、石彫の作品を展示します。はい、石ですね、石。はい、で西村君吉さんは、ヨーロッパの風景画を展示します。はい、南フランスの方の風景画ですね、大きい作品です。で松本春樹さんは春陽会に所属していた藤枝市在住の作家さんなんですが、工場なんかをモチーフに油で描いている作家さんです。で森下正夫先生も、藤枝市でお教室、戸賀郎さんというお教室をやってた先生なんですけど、水彩画を展示します。アイヌ人の方々の、日常でしたり、大きい作品ありますのでね、そちらを何点か展示させていただきます。はい、そしてですね、次は1月の15日から21日です。1階の萩原良一個展、サブタイトルが第5ですね。はい、そちらがですね、萩原さんのが水彩なんですけど、風景画とかじゃなくて恐竜っぽいなんか動物の絵を描いています。と2階がロバート・エドウィン細密画展。はい、ロバートさんは当店で初めての個展をしていただきます。はい、ボールペンで主に描いていて、作品とプラスグッズも販売いたしますので、はい、よろしくお願いします。そして次がですね、1月の22日から28日の1階、西尾和弘水彩、透明水彩画展ですね。西尾さんは風景画です。はい、透明水彩で描いております。2階がアリー個展ですね。アリーさんは、静岡市ご出身ですけど、アクリル画になります。はい、当店で初めての作家さん、個展をやっていただきます。29日から2月4日まで、1階が第4回江の道会水彩画展ですね。山城道也先生のお教室なんですが、8名の生徒さんによる水彩画で風景でしたり生物画を30点ほど展示します。そして2階がですね、今井博史個展、視線の胴体ボリューム44です。はい、アクリルの抽象画ですね、毎年やっていただいている今井博史さんのがボリューム44回目となりました。はい、ぜひ皆様ね、1月もボリュームたくさんでたっぷりお届けしたいと思いますので、ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いします。